はい、皆さんこんにちは。イケてるハーツのアンシェリサコです。イエーイ。はい、大阪出身で、皆さんとおしゃべりするのがすごく好きです。なので皆さん、リサコに会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、イケてるハーツもアンシェリサコもよろしくお願いします。バイバーイ。イケてるハーツの今井亜希です。どうも。はい、自己紹介動画ということで、そうだな、私は沖縄県出身、身長164センチ、お誕生日が12月の13日で、最近は筋トレにハマっております。はい、ジョジョとプリキュアとメタルをこよなく愛しております。あと可愛い猫ちゃんも好きです。はい、よかったら仲良くしてください。バイバーイ。ウサギじゃないよ、ウサミだよ。イケてるハーツのピンク担当、マタリンことウサイモノカです。好きなものは、桃色グローバー Z の佐々木彩香さんがずっと大好きなのと、マドカはウサギなんですけど、猫ちゃんを一匹飼っていて、アメリカンショートヘアのレッツくんが世界で一番ずっと大好きなニャンコちゃんです。趣味は YouTube を見たりとか、最近だとゲーム実況を見たりとか、好きなアニメを見て毎日ときめいています。よかったらツイッターとかフォローして仲良くしてください。お願いします。どうも、イケてるハーツの天使ピンク担当、シーカ店こと小泉シーカです。今日は自己紹介をしたいと思います。3月17日まで血液型大型、好きな食べ物は蒙古タンメン、中本のラーメンと甘いものと牛タンと馬刺しです。あとはアニメと漫画が好きです。イエイイエイ。常に目が死んでるねと言われますが、こんな私のことを気になった方がいたら、リツイート、いいね、ツイッターフォローよろしくお願いします。バイビー。はい、イケてるハーツの白木玲矢です。メンバーカラー水色で、福岡県出身で、血液型は B 型です。はい、最近あった嬉しかったことは、アロマディフューザーを新しく買って、瓶がなかなか開けられなかったんですけど、1時間ぐらい格闘して開けられた時にとても嬉しかったです。はい、嬉しいので毎日眺めています。はい、これからも皆さんのハートをポジティブ変換できるように頑張るので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、こんにちは、イケてるハーツの橘理恵です。みんなからはりっちゃんとかりえちゃんとか呼ばれてます。何でも大丈夫なんですけど、できれば下の名前で呼んでくれたら嬉しいです。イメージカラーはオレンジ色です。はい、今は、漫画がすごく好きでたくさん読んでるので、漫画の話をなんか好きだよって人いたら一緒に話しましょう。おすすめのとかあって教えてください。それじゃあバイバー。はい、イケてるハーツの末っ子リーダー、にずことにじかです。19歳の大型手はクリームパンだとよく言われます。ぜひ握手ができるようになったら試しに握手しに来てください。あとは小さい頃から歌とダンスと音楽が大好きで、ダンスは4歳から今19歳なので15年間ずっと続けています。あとはお腹が痛くなるくらいたくさん笑うことが大好きなので、皆さんの心に雨が降ってしまった時、ちょっと落ち込んでしまった時とかに、私の歌とダンスと笑顔で皆さんの心に虹をかけられるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、イケてるハーツ3期生の藤崎しずくです。メンバーカラーはヴァンパイアバイオレットです。飲み物を飲むのが趣味です。あとペンギンが大好きです。薬剤師免許持ってます。よろしくお願いします。しずくポーズ。こんにちは、イケてるハーツ3期生のいつでもニコニコなゆずきななはです。元気ですか？なは、ずっと元気です。なはと一緒にニコニコになりましょう。バイバーイ。